日本料理は日本の風土と社会で発達した料理を言う。洋食に対して和食とも呼ぶ。食品本来の味を利用し、旬などの季節感を大切にする特徴がある。和食は2013年にユネスコ無形文化遺産に登録された。講義には日本に由来して日常を作り食べている食事を含むが、競技には精進料理や懐石料理などの形式を踏まえたものや、 おせち料理や、悲願のぼた餅、花見や月見における団子、当時のかぼちゃなど、伝統的な行事によるものである。日本産の農林水産物、食品の輸出も2013年から右肩上がりに伸びている。2016年は7502億円と2012年の4497億円から1.7倍に増え、2017年は8000億円台に乗せた。 日本国政府は1兆円を目標としており、日本食レストランの増加と日本食材輸出を推進している。また、国内においては和食文化の保護、継承を図っている。日本料理の一例京都にある料理旅館玉藩の伝統的な朝食料は、米ととの会議で米などの体積をとなどの計量器で測る意味を持つ。加えて食料など食品の意味も持つようになり、 また料理という言葉ができてからはその略ともなる。理は、玉が威風で砂糖をしとする形成で、玉の筋や決めを美しく磨くことから、物事の筋道や収めるという意味を持つ。平安時代に登場する料理という言葉は物事を、はかり収める、うまく処理するという意味である。現在に通じる調理や、それによってできる食品を意味するようになる。料理の意味するところは、 家庭の台所や飲食店の厨房などで行われる食品加工の最終段階とすることが多い。現在では食品工場などで広く行われる脱穀や精米、豆腐やかまぼこの製造なども地域や時代や集団によっては料理の範疇である。講義では米の量を量りどれだけ食べてどれだけ種もみとするかなど、家庭や国家の献立や食料計画をも意味する。 また焼けた重骨の異物の発見から、北京原人などと呼ばれる、ホモエレクトスの火の利用や、宮崎県幸い島の日本ザルの群れが、サツマイモを海水で洗い味付けして食べるということも、料理と考える場合もある。料理の概念は言語によっても異なる。中国語では二丁などが調理を表し、煮で煮ること、加熱することを意味する。また、なが、食品の料理を表し、 これは採集した植物などを意味する。英語でもクッキングは加熱することを意味し、加熱しない生のものをロー特別する。デッシュで食品の料理を表す。フランス語のキュージーヌは台所や厨房を表し、また調理や食品の料理も表す。日本料理と和食という言葉は文明開化の時代に日本に入ってきた西洋料理や洋食に対応する形で誕生した。 日本料理は石井大二郎による1898年の日本料理法大前により一般化され和食はそれ以降に現れたものであると見られている。20世紀初頭では日本料理の要霊は早くて1881年の朝野新聞5月20日に見られる。ある調査では明治大正時代にかけて日本料理を署名に持つ書籍は4点しか見つからず1904年の バイオ家庭料理法では、日本料理は、家庭料理を指しており、現在とイメージが異なっていた。1903年の村井県祭の、食道楽には、日本料理、西洋料理が対比して開設されており、食道楽秋の巻では、米料理百種として、日本料理の部では、油揚げ飯、大根飯、栗飯など50種のご飯を紹介している。十一世紀初頭の、 工事園や大事園にいて和食の項を引くと日本風の食事、日本料理のように端的に書かれており、日本料理の項には冒頭の第一段落に説明したようなもう少し長い説明がある。世界大百科事典によれば日本料理は米を中心として牛肉と油脂の使用が極めて少ないという特徴がある。室町時代以降に 日本料理の基礎が固まり、江戸時代後期に、ほぼ完成に至ったものである。日本大百科全書では、日本料理の一般的な起源を、古事記、日本書紀における、ほのすそりの命たちの神話や、その三大後の神武天皇期などにあるとしている。日本料理には、料理屋で提供される高級料理のイメージがある。一方、和食は、家庭食も含む日本食文化全体を表す。 言葉として、よりふさわしいとする意見もある。原田信夫によれば、和食は、米と魚の文化であり、その原型に神へのおもてなしがあり、ユネスコへの登録に関して出版された、和食文化国民会議のブックレットによれば、和食には、自然の中の神が年中行事の中で食と、結ばれたという特徴を持つ。原田信夫によれば、厳密に料理人が考案した伝統的な、 日本料理とすると、すき焼き、天ぷら、寿司は、庶民の間に生まれたため含まれず、カレーやラーメンは、日本独特に発展しており、広く見ると和食である。ユネスコによる、世界無形文化遺産登録以降、ネットの中国語環境を中心に、日本料理と和食の、基本は、中国の御名を五行思想にありといった、一時資料や、論理的根拠を伴わない文化の包摂活動が、 展開されている。この、音名古行基本説は、日本語環境下でも拡散が進んでおり、自明の前提として語られ始めている。東京家政学院の講演によれば、和食の基本型は飯、汁、なこうなものであり、米、大根、茄子のような伝来した食材が使われ、魚介、海藻の豊富さ、蒸し湯で煮るといった調理法、昆布、鰹節、 煮干しといった出汁の文化、味噌、醤油、酒、みりん、酢といった調味料、平安時代から現在まで継承された七夕のような、節句の年間行事との関わりを挙げている。軽料理の料理人から見れば、和食のようにあるのは、出汁の旨味であり、魚を焼くという技術を高度化し、食器も日本風に調整し、鎌倉、室町時代には、 天ぷらのような伝来した技術も取り入れ、これらはご飯を中心にして和食として形作られ、鶏魚、作り、ご飯、焼き物、揚げ物、粉合わせ、香のものといった献立てを成立させ、日によってこうした中から組み合わせその日の献立てを作る。鶏魚ではちょうど口に入る大きさの一寸という型があり、日本料理はその大きさに切られ、二十四節気の季節感を、 入れ込んでいく。作りとは、制御を切るという技術によって調理された素材を活かす調理であり、ご飯は、日本料理を成立させるために、不可欠な献立であり、鰹節と昆布出汁を使い、カニや魚のすり身など種となる食材が入っており、その器も口をつけて食べることができるようになっている。日本料理の焼き物は腕を問われるもので、塩、醤油と、酒、醤油と、 みりん、味噌と砂糖といった調味料を使って魚を焼き、火には炭火を使い客席に届くまでに、余熱で中まで火が通るように仕上げる。炊き合わせは、野菜が中心であり、奈良時代に伝来したナス、カブ、木、室町時代の大根、江戸時代のインゲン豆、レンコン、キャベツ、ごぼう、さつまいも、タケノコ、トマト、明治時代には、玉ねぎやオクラ、昭和時代には、 白菜、ピーマンといったものが使われるようになり、煮物、蒸し物、煮物など、多様に調理される。平安時代にまで遡ると、大京料理では、椅子とテーブルに、スプーンといった、大陸文化の影響があったが、和風化が進み消えていった。その後の宴会では、おもてなし料理としての25歳が定着し、和食の伝統である日本の家庭料理はご飯を中心にした。 一汁三菜の日常の食にある。メッシュワンと汁物に複数の惣菜や漬物などを並べた定食カツオ節と昆布日本は野菜や果物、魚介類、海藻などの食材が量、種類ともに非常に豊富である。これは日本が置かれているいくつかの地理条件が関係している。ほとんどの料理はご飯に対するおかずという位置づけであり、米と酒に調和する。 歴史的に肉食が禁止され、長きにわたり、乳製品も普及しなかった。食用油の使用も、中世までは発展せず、例外的に唐菓子があり、南蛮料理に由来する天ぷらによって、油の使用が普及していった。このため、肉や油脂に変わる味付けとして、出汁が発達した。こうした背景が淡白な味付けを生んでいる。強い香辛料はあまり使われず、旬の味。 素材の持ち味が生かされる。主要な調味料である味噌や醤油は大豆を発酵させた調味料で、これもうまみを伴う。甘み漬けには水飴、みりんが使われ、現在は砂糖が多用される。現在の日本では流通が発達して、世界中の食品や調味料が入手でき、それの日本料理への応用も行われている。漬物は日本にざっと600種はあり。 日本の食生活と共にあった。奈良時代の天平年間の木簡に売りの塩漬けの記録があり、平安時代に成立した縁儀式には鈴漬け皮を漬け、カス漬けなどの記載がある。室町時代から江戸時代にかけて全国に漬物屋ができ、江戸時代には種類を増やし、各地方の名物となった。納豆は大陸から伝来してから日本人の技術で改良され、 古くは納豆菌ではない奈良時代の発酵大豆、草があった。納豆は京都の大徳寺、天竜寺で作られ、寺納豆、浜名湖の大福寺の浜納豆とも言われ、糸引き納豆は室町時代中期に生まれている。出汁は鰹節、昆布、椎茸が三大である。煮干しも使われる。日本国外では味はゴミとして、 関心産区間と説明してきたが、日本人は、鰹節の旨味を加えて、六味としてきた。日本料理以外の鶏ガラなどのように油脂が浮くことがない。こうしただしは、日本料理の方向を決定する要因となり、生き、優雅、上品さ、質素で格調高い、淡白で奥深い味が精進、懐石、わびさび料理を生み出してきた。鰹節の原型は、平安時代、 演技式に、素干しの保存食のカツオがあるが、今のようにいぶしたのは、江戸時代の1674年である。調味料については、塩は20世紀末に自由化されると非常に多様な種類が流通するようになった。日本列島は親塩、黒塩が流れる5つの海域に囲まれている。6世紀頃になると海藻を焼いてその灰を使った、灰塩ではなく、海藻を煮詰めるも塩が生まれ。 万葉集に読まれた。奈良時代になると、塩田や釜が生塩に使われるようになり、揚げ浜式、入浜式の塩田が各地に海浜に作られた。1952年からイオン交換膜式を用いた塩洗培法による食塩事業を国が始めたことで、塩田は消滅した。昔ながらの塩田を求めて起こった1971年からの自然治由運動により、 1997年に新たに塩事業法が施行され、製塩は自由となった。イオン交換膜式では塩化ナトリウム99%以上となり塩辛さだけが際立つが、それ以外の製法ではマグネシウムの苦味、カリウムの酸味、カルシウムの甘みが複雑な味を醸し出す。料理の基本は塩梅、だし、火加減とされ、多様な調味料がない昔には、 塩と梅干しのさじ加減が重要であった。酢は酸味とともに抗菌作用があり重宝されてきた。古くは万葉集にひしお酢の記述が見られ、奈良時代には茄子の酢漬けがあり、中世には酢飯が開発された。醤油は伝来したものを日本人が独自に作り上げた。大豆と小麦と塩を発酵させたもので、中国の菱をなど、 大陸のものとは微生物、製方が大きく異なる。アジアが起源と言われるが、確認はされておらず、その元となった火の子は、弥生時代から大和時代に日本に伝来したとされ、平安時代には広く浸透し魚を使ったものが、最も普及し、魚症のようなものとして伝来したと考えられる。味噌は、701年の大宝令には、三日塩が記載され、日本で作られた。 宋の字は後に当てたとされ、生産地の名を付け各地の気候や風土、農産物、土地のものの思考を反映している。飴はもち米などので円粉を投下したもので、日本初期演技式にも記載がある甘味料である。砂糖は奈良時代にも薬として伝来し、室町時代には菓子にも使われたが、輸入量が大きく増加するのは江戸時代である。 18世紀前後になると輸入された砂糖が菓子に広く使われるようになり、次第に調味料となっていった。砂糖、塩、酢、醤油、味噌で刺しすせそとする近代の語呂合わせがある。薬味には、わさび、生姜、唐辛子、山椒、ネギ、しそなどがある。季節感が重視される。旬の食品は美味しく、また市場に豊富に出回り値段も安く栄養価も高く。 なるため、味を楽しむ好期と考えられている。七草が湯のように、野草特有の自然な悪強さや苦味も味わう。また、初月王のような季節を先取りする、走り、落ちあゆのような翌年まで食べられなくなる、直前の、名残など、同じ食品でも走り、旬、名残とサンドの季節感が楽しまれる。季節の表現は切り方や色でも表現される。 春は淡いウドなどを桜の花びらに見立てて切る。夏は青みの白ウリやキュウリを雷や蛇腹に切る。秋は鮮やかな人参などをモミジやイチョウの葉に切る。冬や新年はユズを松葉に切ったり、人参を梅の花に切ったり、大根と人参で紅白を表現したりする。また、山水盛りや吹き寄せ盛りのように自然そのものを表した盛り付けもなされる。調理場を 板場、料理人や料理長を板前とまな板と関連づけて呼び、切ること自体を煮滝から独立した調理の一つとしている。切ることを重視する姿勢は割り手二重と呼ばれ、包丁を使って咲くことが主で煮ることが従うとされ、食品そのものの味を重視することにつながる。また割り手二重から割烹という言葉も生まれ、 日本料理そのものや、それを提供する店を表す。ワンザシ日本料理のワンものと、刺身は合わせてワンザシやワンサと呼ばれ、重視される。その味によって、腕前を確かめられるともされる。前と食器日本料理の献立やメニューは、米を中心とした穀物に、生理的熱量や栄養を依存するものであった。穀物は、飯などに、 料理されて、食事の主たる主食として扱われる。主食に対する副食の惣菜は、飯を食べるための食欲刺激として用いられ、ご飯の友などという概念もある。また飯の代わりに米による日本酒ともなう宴会などでは、惣菜がそのまま魚としても用いられる。飯と汁物に、惣菜からなる、一汁一菜や一汁三菜など、複数の料理からなることが多い。 伝統的に左を上位とする風習があるため、主たる飯を左側に置いたり、魚の頭を左向きに置いたりして配膳することが多い。日常の食事などでは、これらの料理は一度にまとめて配膳されることが多いが、懐石料理などでは、一品ずつ順番に配膳される。食器は、漆器、陶器、磁器など。家庭では、ご飯茶碗、箸は、 各人専用のものを用いる習慣がある。暖かい時期には、薄手で浅めの時期を主に、暑くなると、ガラスの器なども使われる。涼しい時期には、厚めで深手の陶器を主に、寒くなると、蓋付きの器なども使われる。また漆器では、薪絵やチンキンなどの絵柄で季節を表現することがある。日本料理は、各家庭の他に、蕎麦屋や寿司屋などの専門店。 居酒屋や、料亭や、割烹、また待合やお茶や、行楽地、さらに現代では、宇宙食など、様々な場所で食事ができる。大乗仏教では肉を食べること及び一部のネギ属の植物が忌避されており、この戒律を守るため精進料理がある。江戸時代まで仏教の考え方から十肉食は一部の地域を除いて一般的ではなかったが、 明治時代以降に重肉食は国内で広く広がった。現在の日本料理や精進料理を除いて食のタブーは弱いと思われるが、洋肉やアヒル肉など普及の問題であまり一般的ではない肉がある。日本の旧石器時代に調理に用いられたとされる歴群群馬県の岩塾遺跡で更新世のローム像から旧石器時代の石器が発見された。 岩手県の花泉遺跡では、約2万年前の花泉毛流子、原牛、矢部大津の鹿、ヘラツ夏目鹿、ナウマンゾウ、のウサギなどの化石が大量にまとまって発見された。これらの化石の骨は、石器できるなどした解体根がある。また研磨して、先端を尖らせた骨格器と叩き石と思われる、使用根のある石器も発見された。これらから、 花泉遺跡は、狩猟による動物を解体し食肉を得た、キルサイトと考えられている。また、長野県の野尻湖律が美遺跡も約4万年から2万4千年前の、ナウマン像とヤベオーツの地下をもとした、キルサイトと考えられている。東京都の野川遺跡などからは、歴群や排石が発見されている。歴群は焼けた拳台の石が数十から百個ほど一箇所に、まとまったもので、 動物室の有機物が付着したものも発見されている。歴群は食肉を焼くのに用いたと考えられている。また木器や樹皮などによる容器に水や食品とともに歴群の焼け石を入れ煮るのに用いたとも考えられている。当時の日本列島は大部分が乾杯性の新葉樹林が広がっており、植物性の食品は乏しく、魚老も未発達なため、 ビッグゲームハンティングと呼ばれる大型哺乳類を主とした狩猟に依存した生活だったと考えられている。哺乳類などの動物は、フグなどの毒のあるものが少なく、内臓や筋肉、皮膚や脂肪や血液、骨髄や脳髄など、骨や毛などを除けば大部分が過食部である。寄生虫や微生物など病原体の問題もあるが、生でも食べることができる。レバサシやナマス、 カルパッチョやユッケやタルタルステーキのような料理や火が使える状況であれば歴史跡などを利用して石焼きや蒸し焼きなどの焼肉のような料理が考えられている。またサイボシやジャーキーなどのように皮肉にして保存食にしたとも考えられている。日本の縄文時代に用いられた水塩土約1万年前に地球規模の気候変動で氷期から魔氷期に変わり関心予が始まる。 日本列島では温暖化に伴い新葉樹林は、北海道や高山帯に限られ、本州の東側に、ブナやナラ、クリやクルミなどの落葉広葉樹林が、本州の西側と四国、九州、南西諸島にはカシやシー、クスノキなどの商用樹林が広がる。ナウマンゾウや、ヤベオウツのジカなどの大型哺乳類は絶滅あるいは生息しなくなり、日本ジカやイノシシなど、 中小哺乳類が増える。また、海面の上昇に伴い、対島海流の流量も増え、日本海側も太平洋側とともに暖流と寒流の交わる漁魚場となる。このような風土の変化に伴い縄文時代が始まり、魔性石器とともに縄文土器が用いられる。世界的には中石器時代あるいは新石器時代に相当するが、農耕や牧畜は普及せず、 採集に加えて、狩猟や魚労を主とする生活である。瓦家を用いて煮ることが発達し、採集による植物性の食品の利用が増えた。クルミ、ドングリ、栗、土地などの喧嘩類を縦穴式住居の近くに穴を掘り備蓄したものが多く、出土している。クルミは脂質を多く含み製でも食べられるが、栗やドングリや土地はデンプンを多く含み、 生のベータデンプンは消化されにくいため、水と熱とで結晶構造を破壊し、アルファデンプンに変える必要がある。また、どんぐりはタンニンを含む種類が多く、石皿とスリー石で潰したり粉にし、水にさらしたり茹でたりして、アク抜きをした。土地は非水溶性のサポニンやアロインを含み、灰を加えて煮ることでアク抜きをした。また、クズやわらび、山の芋や、ウバユリ、ヒガンバナなど、 野生の芋類も、アルカロイドなどの毒を水にさらすなどして除去し、デンプンを利用したと考えられている。動植物の異物による調査と、遺骨コラーゲンの同位体比による調査から、これら植物性のデンプンから熱量の大半を得ていたことがわかる。植物性の食品の利用が増えたのに伴い、従来の食肉や、レバーや、血液などから摂取していた塩の必要性が生じ、 海水を土器で煮る声援も行われた。日本原産の香辛料である山椒を入れた土器も発見されている。また、栽培作物である蕎麦や大麦やは、エゴマや緑豆や氷炭などが少ないながら出土している。飼料による食肉は大半がイノシシと日本家によるもので、その他もかやエゾヒグマやツキノワグマ、タヌキやアナグマなど様々である。また、生地や、 かも、ガンなどの鳥類も対象とした。狩猟は、縄文時代に登場した弓矢によるものを、おもとし、罠や落とし穴なども用いた。また犬は飼育されており、猟犬として用いたと考えられている。北海道では、アザラシやトド、オットセイなどの怪獣などを対象とし、回転しきるや玉りが用いられた。イノシシは、伊豆諸島や北海道から異物が発見されており、 移動や飼育、動物儀礼などについて議論されている。漁老による、魚介類は、貝塚を、主に形成するハマグリやアサリ、カキやシジミなどの2枚以外が多い。内湾性のスズキやボラ、クロダイやコチなどを対象とし、骨格器によるヤスや積水を利用した漁網も用いた。またイワシやサバなど小魚を対象とし、漁網によるものもある。東北地方の三陸沿岸では、 外洋製のマグロやカジキを対象とし、骨格器による釣り針や回転仕切りや玉りを用いた。九州北西部でも外洋製のマグロやサワラ、シーラやサメを対象とし、骨格器による組み合わせ式釣り針を用いた。内陸河川でのケやマスも、北海道や東北地方では重要な食品であったと、する考えもある。料理としては、喧嘩類などのデンプンをこねて、 灰の中で焼いたビスケットやクッキーのような縄文クッキーが出土している。また土器の利用により、でんぷんを団子状にして煮た水トのようなものや水で溶いて煮て上々にしたものも考えられている。食肉や魚介類は水トンや粥に混ぜたり、汁物やい物のような厚物や鍋料理のようなものが考えられている。採集や狩猟や漁狼は自然によるもので、 四季のある日本列島では季節性が現れる。宮城県の里浜海塚における調査では、春にはアサリや木の芽や若草などの山菜を採集し、夏にはマグロやアジやサンマなどの魚老と海水による生炎、秋には鮭の魚老と喧嘩類の採集、秋から冬にかけて日本自家の飼料と土器の製作と季節に応じた食生活を行っていた。 また食生活は自然だけでなく人口密度なども含めた生態学的条件でも異なり、さらに北海道霊文島の船止まり遺跡と浜中に遺跡のように同時期同地域にあっても集団の歴史的や社会的な文化にもより異なる。沖縄諸島や奄美諸島ではこの時代を海塚時代の前期とも呼び、伊波式土器や小義堂式土器を伴う独自の文化でもある。 また、沖縄県ハテルマる魔の片原海塚では、八重山時やピラ型石器、イノシシの骨が出土しており、この頃、先島諸島では、魚老とともに、芋やアーの畑作農耕やイノシシの飼育が行われていたと考えられている。この文化は、九州や沖縄本島などからの縄文文化の影響はほとんど受けず、台湾や中国大陸港南の影響を受けた。 独自の文化と考えられている。このように地域や時代、集団によって多様な食文化を伴う縄文時代は様々な定義があるが縄文時を基準にして北海道から沖縄県まで日本列島のほぼ全域を対象とし約1万6000年から1万2000年前に始まり紀元前900年から紀元前400年のまで続いたとされる。 日本の弥生時代の遺跡に水田を復元した、モノイナ作と栽培種稲は、アフリカのニジェール川周辺に起源する、アフリカ稲とアジアに起源し、世界各地に伝播した、アジア稲との二つがある。中国大陸の長江流域では、紀元前1万年頃の稲の資料の発見、紀元前6000年頃の湖南省、宝刀山遺跡から、もみ殻の混じった土器の発見、 紀元前5000年頃の石膏症、カボド遺跡が発見されている。カボド遺跡は約400平方メートルの範囲にもみがらなどが堆積していて、スキアウスとキネなども伴う、ほぼ完成された水田稲作が行われた。紀元前3000年頃の石膏症1 0 0産、波遺跡などの領所文化に続き、紀元前1000年頃の江波港湾地域に幾何学院門島文化が現れる。 また、黄河流域では、紀元前1万年頃に、泡焼き々の利用があり、紀元前6000年頃に、中流域で泡と農具が発見で栽培が考えられ、紀元前3000年頃に、長江流域からの稲と、西アジアからの麦が伝来し、紀元前2000年頃に、豆の栽培で五国が揃うことになる。朝鮮半島では、紀元前4000年頃の黄海北道地頭、 里遺跡から炭化した、泡もしくは冷えの粒の発見。紀元前2000年頃の景気道金岸里遺跡から、岡本と思われる粒が、大麦や泡など畑作物と共に発見。紀元前8世紀頃には、中世南道松菊里遺跡などで炭化米が発見。紀元前7世紀から6世紀のムサ・ホライ遺跡などから水田が発見されている。中国大陸東北部と、ロシア東部では、 紀元前千年頃のアムール州や国立交渉のアムール川沿いや沿海地方では、ウリル文化やヤンコフスキー文化やウグイスータレー上層文化で、それぞれ泡やキビの栽培と豚を飼育する農耕が行われた。日本列島では、縄文時代の北海道で、早期の中のビー遺跡からヒエるが発見、前期の耳飼塚遺跡から畑跡と考えられる遺構が発見されている。 また中期の薄尻 B 遺跡から泡の発見、晩期の塩屋さん遺跡から大麦と泡が発見されている。これらの縄文時代の北海道から出土する穀物類は沿海地方などからの伝播が考えられている。縄文時代中期以降の本州や九州などの遺跡では稲や大麦、小麦、泡、冷え、木々などが発見され、福岡県の栗なら遺跡からは畑跡が、 発見されている。縄文時代に大陸から畑作物として稲を含めた穀物が伝播し、おかぼ栽培を含む畑作が行われたと考えられている。また、福岡県の板月遺跡や佐賀県の名畑遺跡などで用水路や畑が整備された縄文水田が木製の桑や石棒王朝などの農具を伴い発見されている。 この九州北部で発見された整備された水田や農具を伴う完成された水田稲作文化は、おかぼ栽培を含む畑作が発展したのではない。紀元前2000年期後半から紀元前1000年期前半にかけて、中国大陸の港南や港湾一方に展開していた、金石平洋期の幾何学院門等文化前期の完成された水田稲作農耕文化が、 朝鮮半島を経て、あるいは東、シナ海から直接に、九州北部に移民と共に伝わったと考えられている。九州北部に伝わった水田稲作文化は、急速に西日本を中心に、近畿地方まで伝わるが、東日本には伝わらず停滞する時期がある。これは、西日本の商用樹林に比べて、東日本の落葉紅葉樹林の方が食品が豊富だったこと。 西日本を中心に岡ボ栽培を含む畑作が普及し、水田稲作を需要しやすかったこと、当時の稲が寒冷地である東日本に不適であったことなどが考えられている。紀元前後になると寒冷地に適した稲の品種などにより、本州最北端の青森県まで水田稲作文化が伝わる。紀元前後にはまた鉄製の農工具が普及した。 日本列島の水田稲作文化が普及した時代は、従来の縄文土器と比べて薄く成形されより、高温で焼かれた弥生土器を伴い、弥生時代と呼ばれる。弥生時代は、紀元前900年頃に始まり、紀元後400年頃まで続いたとされる。一方で寒冷な北海道では、この時代には稲作文化が及ばず、縄文時代から続く最終や、 狩猟や漁狼による文化が続き、俗城門時代と呼ばれ、紀元千年頃まで続いた。また、沖縄など南西諸島では、貝塚時代の後期とも呼ばれ、これは紀元千三百年頃まで続いた。弥生時代の日本列島の様子は、環女地入りしで、紀元前後には百余りの小国が分立していたと記録されている。儀師は人伝では、紀元後239年に、 複数の市長国がある中、卑弥呼の統治した山大,大国が義に調貢し、また、義の施設が訪れたと記録されている。義師は人伝ではまた、水に潜りかや魚を取る、稲や泡を栽培する温暖な気候で、通年性野菜を食べる、生姜や柑橘類、山椒、苗ががあるが料理に利用しない、木や竹の器を用いて、手で食べる、飲酒を好むなど、 料理や食事に関する記録もある。アジア稲は、竹が高く熱帯に適し寒さに弱い潮流で、粘りが少ないインディカ種と、竹が低く低温にも対応し短く丸みのある粒で、粘りの多いジャポニカ種とに大別される。弥生時代に日本列島に伝わった稲は、ジャポニカ種であり、11世紀以降になって、インディカ種が何度か持ち込まれたが現在に至るまで広く、普及はしていない。 またインディカ種とジャパニカ種とともに、澱粉の一つであるアミロースの含有量で、餅とウルとも大別される。弥生時代に日本列島に伝わった稲は、中国でウルの栽培が先行したこと、危機などに餅や餅が登場しないこと、餅という字が奈良時代の焦燥院文書終わり小税帳が書室であることなどからウルであったと考えられている。しかし、 縄文時代のオカボなどは中国南部や東南アジアから餅が伝わり、弥生時代には餅とウルが混在していたという考えもある。水田稲作が普及しても農耕の実を基盤としたわけではなく、農耕を行いながら従来の狩猟採集漁労も行っていた。またプラントパールの調査から全面的に稲を長期にわたって栽培したわけではなく、キビ族なども栽培され、 生産量も多かったと考えられている。種子の異物からも、雑穀などと呼ばれる泡や冷え、キビそして麦などの穀物や、豆やそばなどの純穀物も多い。また、どんぐりなどの喧嘩類は稲を越えて多く出土する。イノシシと鹿シは引き続き狩猟の重要な対象であったが、田タ畑タを荒らす外獣駆除の側面もあったと考えられている。また鹿に対するイノシシの割合が増え、 頭蓋骨の変化から、イノシシが家畜化され豚となったものも含まれていると考えられている。豚に加えて、牛や馬、鶏が持ち込まれ、飼われていたが多くは出土せず、また鳥は食べる対象ではなかった。犬は、猟犬としても用いられたが、埋葬されず解体根などから、食用の対象にもなった。豚や牛、馬などの飼育は、 濃厚の傍らの小規模なもので土の利用などを目的としたものではなく牧畜ではない。漁労では従来のものに加えて水田や用水路などで鯉やフナマズや土壌、タニシなどを対象とした淡水での漁労が行われる。また内湾での漁労では環状土水を用いた網漁やタコツボ漁などが行われるが、巨視的には衰退する。また東日本太平洋側や、 西北九州での外洋魚楼への特化拡散も見られる。農耕による環境や社会の変化が、狩猟や漁楼にも変化をもたらしている。料理は米などの穀物を炊いた飯がある。弥生器には外側に、酢が内側に、米粒がついたものが出土することから、現在と同じ炊きし法による飯である。米は、薄と縦切れによる精米で、 現在販売されているもみ殻を外し火火に覆われた玄米とは異なり9分月程度であったと考えられている。また、飯を唾液により、透化した口上酒や麹を利用したりして酒を醸造した。船などで塩殻や魚醤や慣れ寿司なども作ったと考えられている。弥生土器の中には煮滝に用いた鍋などだけでなく、食器の形状のものも出土する。 遺跡からは、どんぐりが最も多く出土するが、農耕が普及しまや泡を主食にし、鶏重肉、魚、海藻、野菜、山菜を副食にするという日本食の基本が出来上がってきた。家畜として導入された豚を食べることは忌避され、鳥ときつげ鳥として別格にあり、卵すら食用にしなかった。次第に食事は、神事のみけとして備えられ、神事の後に、 なおらにて、官主や村人が一緒に食べ、新人教職の文化が起こった。3世紀に奈良県牧目遺跡に登場した巨大な王墓、前方公園墳などの古墳は、各地に広がり古墳時代と呼ばれる。6世紀後半から7世紀にかけて、水田の大規模な開発が近畿地方を中心に行われた。五世紀中期の高度な技術による鉄製有事たすき、先や、 曲人鎌、6世紀後半に登場し白柿に用いる、馬隙や7世紀に登場し後期に用いる、唐隙による牛馬の利用、7世紀初頭の大阪府、鞘山池などため池の築造や長大な堤防による河川の制御、7世紀後半の上履性の登場など、これらが背景にある。古墳の周囲や上に並べられた埴輪には、鹿やイノシシ、犬などの狩猟を描いたもの、 馬や鳥を形取ったものなど、支配者による狩猟や乗馬があった。朝鮮半島から伝わった、末期には、古式が多数発見されることから、米を蒸して、おこわにしていたと考えられている。また従来の炉に代わって、へっついが住居に設けられる。古式には、豊か吉原1500秋水保国、稲穂が実る国と記され、720年の日本初期では、受け持ちのお腹から、 稲が生まれたという神話が書かれている。平安時代末期には怖い胃に変わり、現代の炊飯されたご飯と同じような悲鳴も食されるが、普及はもっと後である。日本初期に料理の記述がある。主食と副食による食事構成が定着し、米や麦、泡などをおこわやめし、粥にして食べていた。服食に用いる食品は、野菜、海藻、 魚介類が用いられた。牛肉等は、天武天皇の675年に、牛、馬、犬、猿、鳥の殺生禁止令が出され、表向きは、食用とされなくなった。またいの獅子と、鹿は殺生禁止の対象とはならなかった。料理法としては、生物、焼き物、煮物に加えて、茹で物、甲、和え物、煮物などがある。加工法としては、干物、 塩辛、漬物、寿司などがあった。剣道史による塔の影響から料理も影響を受ける。大京では、飯に、生酢や干物に加えて、干物や揚げ物を含む豆菓子、木菓子と呼ばれる果物などが台盤に並べられた。箸と共に、さじも使われた。調味は、食べる際に塩やす、干渉、酒で味をつけた。鎌倉時代には、 武士の指示を受けた禅宗とともに精進料理が伝わり、煮しめや酒仙など、調味の技法が発達する。茶に加えて、豆腐、金山寺味噌など、食品加工技術が伝わった。寺院の転身から、うどんや饅頭、洋館などが、民間に広まった。室町時代の料理人室町時代の、一服一銭での抹茶現代の炊飯ご飯と、同じような、ひめ言いが広く普及する。 大京料理から派生した本前料理が確立した。後の海石料理や海石料理にも影響を与えており、出汁と合わせて日本料理の基礎が確立されたと評する論もある。醤油が作られ、用いられた。カツオや昆布を使い、火を使った焼き物、煮物、汁物がたくさん出されるようになり、武家特有の料理が整い日本料理が誕生する。 室町時代に料理書、四条流傍聴書や、大草家料理書が書かれたとされる。精進料理が発達し、出汁の概念が生まれた。安土桃山時代に来日したジョアン・ロドリゲスは、著書、日本教会史の中で、脳として、休日、蹴鞠、包丁を挙げている。懐石料理が成立する。茶の湯の発達に伴うものであり、千里休の影響が大きい。 南蛮船により天ぷらや、岩ンモドなどの南蛮料理や、南蛮菓子が伝わった。日本橋を一浜越日本の料理文化の基本的な形は、古代から中世にかけての貴族が伝えてきた魚、鳥を軸とした料理に、寺院で発達した精進料理が結びつき、それに、武家上層の食事様式の影響を受け、室町時代から江戸初期にかけて成立し、 江戸後期に成熟した。その特徴は、個人禅であること、皿数が多いのをご馳走とすることから少量ずつを配膳すること、片付け食いではなく選んで食べること、牛肉が極端に少ない、主席禅を第一とするなどがある。関東の料理江戸料理と呼ばれる、地元の材料を使用した料理が発展した。絵本江戸風俗往来に、江戸市中町家のある土地にして、冬分に至れば、 焼き芋店のあらぬところは、梨と焼き芋屋が大人気であった。初ガツオ、初ナスなど縁起を担ぐこともあった。出汁は鰹節を使い、醤油は濃い口醤油が使われた。胡椒など香辛料も利用され、香る飯も鶏飯なども取り入れられ、おじやネギ雑炊も食べられるようになった。外食産業も栄えていた。文化8年に江戸の町年寄りが、 食類商売人の数を奉行所に提出した資料によると、煮売りリ酒屋、団子汁粉、餅菓子東屋せんべい等、うどんそば切り屋、茶漬け一前半、菓子雑ホ料理茶屋、ニュー魚屋、蒲焼き屋、寿司屋、煮売り茶屋、漬物屋,漬物屋金山寺屋までら、かまぼこ屋、甘酒屋、牛肉という記録が残っている。煮売り屋は、惣菜の持ち帰りすなわちの昼食の役割も、 になっていた。関西の料理京都、大阪の料理は、情報料理と呼ばれた。北前船で、北海道産の昆布が輸送された。瀬戸内の魚介類や、近郊の野菜に加えて、全国の産物も集められたため、諸国の台所と評された。その他それまで、公家や武家などの階級、もしくは寺が独占してきた、料理技法が出版という形で広く、 庶民に知れ渡った。料理切れ形秘伝書や料理物語など様々な料理本が出版された。本格的な外食産業に関しては、江戸時代初期には寺院が金銭を受け取り料理を提供していたが、江戸中期にかけて料理者や料理屋が市中に数多く出現した。江戸後期には懐石料理が登場する。本前料理を簡略化し、 酒の席で楽しむ料理として成り立った。すき焼き明治には肉食が公に解禁され、江戸期には細々と食べられていた牛鍋などが流行した。柳田国は明治大正施世方編の中で明治以降の日本の食物はほぼ三つの著しい傾向を示していることは争えない。その一つは暖かいものの多くなったこと、二つは柔らかいものの好まれるように。 なったこと、その3には、すなわち何人も心づくように、外して食うものの、甘くなってきたことであるという。明治には、海外と交渉のある海藻を中心に、西洋料理が食べられるようになった。各地の西洋料理店では、西洋料理の他に、日本人の手で日本風に作り変えた料理が生み出された。家庭では、明明前の風習に変わり、茶舞台が使われるようになった。 ラーメンなど、明治から昭和にかけて、国内外の中国人、朝鮮民族の影響のある料理も登場して、日本独特の料理として定着していった。戦後物資不足の中、アメリカからの食料援助として、小麦粉が大量に輸入され、学校給食でもパンが提供された。安価に大量供給された小麦粉により、お好み焼きなど小麦の粉食による鉄板焼き料理も発達した。 現在の日本料理は寿司の一種であるカリフォルニアロールのように海外で発展するものもある。国内でも刺身や寿司に真空調理法や低温調理法を取り入れたり、食肉の応用で大型の魚類であるマグロやブリなどを対象に熟成させて用いるなど、世界や歴史、科学などの知見などを取り入れて発展しているものもある。無形文化遺産への登録、 ユネスコの無形文化遺産に登録された和食は、多様で新鮮な食品とその持ち味の尊重、栄養バランスに優れた健康的な食生活、自然の美しさや季節の移ろいの表現、正月などの年中行事との密接な関わりである。日本は和食を料理や調理法だけでなく、いただきますや、もったいないといった食事という空間に付随する、事柄も含めた、 自然の尊重という日本人の精神を体現した食に関する社会的慣習として提案、年末年始における餅つきやおせち料理、食育教育を中心にプレゼンテーションを行った。ゼンデラでの精進料理ももか祝いの儀式における日本料理伝統的な形式が現在に伝わる料理をあげる。正月に食べる雑煮とおせち料理年中行事や、 観光総菜など行事と結びついた日本料理も多い。餅や赤飯、団子や寿司など、季節や地域によらず広く共通するものもある。また色や姿形から、タイやエビなどもよく用いられる。日常生活の汁物や総菜においては、豆腐や麩、こんにゃくやわかめなど広く共通して用いられる。春の吹き味噌や日清、夏の麦飯や八体粉、秋の随気や干し柿。 冬の煮こごりや豆腐腐、新年の鏡餅や発別水、餅花など、料理の季語もある。カテメシやカテ物などの休耕食物がある。七草がゆ郷土料理は、日本の地方で古くから食べられてきた料理である。藍の料理や沖縄料理や奄美料理、草屋や,や島寿司、皿鉢料理などもある。特定の地域で、太平洋戦争後に新たに食べられるようになったり、21世紀に、 かけて地域おこしを目的に開発されたりしたご当地グルメもある。県知種類もの炊き合わせほうれん草のごまあいとんかつを乗せたカレーライス比較的新しいものは日本独自の料理だと抗議にとれば和食であり、料理人が考案した伝統的料理だと競技にとれば和食ではない。火鉢での玉ねぎ火山現在は日本のビールや日本のワイン、 ジャパニーズウイスキーなども作られ普及している。日本の菓子は和菓子や駄菓子などがある。洋菓子にも抹茶などの和製の材料を使用したものもある。果物のことを水菓子とも言う。かつては、生魚やごぼうの根など、世界的には少数派の食材を使用するため、直越捕虜収容所事件のような誤解も発生していた。現代では、日本食の普及に伴い解消されつつある。 2007年に発刊された高級レストランガイドミシュランの東京版では150件の掲載店舗のうち約6割が日本料理店であり日本料理店も含めて掲載された全ての店舗に一つ以上の星がついたまた150件の掲載店舗に合計190以上の星がつきそれ自体も過去最高であった食事を通じて健康などに働きかける マクロビオティックを通じて紹介された日本料理や調味料が多く、ヨーロッパやアメリカの一部で生殖が評価された地域では、日本では一般に使われていない特殊な調理法や食品が使われている場合がある。企業の大量生産品も一般的であるが、醤油、味噌、豆腐などは古来の製法で作られることも多く、日本で市販されるものとは、風味や、 栄養価が異なる場合もある。アメリカではたまりも流通している。農林水産省と外務省の調査、集計によると、海外にある日本食を提供するレストランの総数は、約11万8000点である。2013年1月時点調査に比べ2倍以上である。和食だけでなく、ラーメン店や日本風カレー店なども含む。 2019年には約15万6000店とさらに増えた。現地の企業などが運営する、なんちゃって日本食と表し得る店が多いが、一方で、日本滞在経験で日本食の良さを知った外国人向けに本物、高級志向の日本食店も増えている。2007年に、正当的な日本料理店に認証を与える、日本食レストラン推奨制度を日本貿易振興機構が、 フランスで始めた。制度の目的として、同票の提供と、日本食文化の認知度向上、普及、浸透、正当的日本料理レストランにチャレンジする機会の提供、日本の食品など、ジャパンブランド輸出促進を挙げている。制度の対象は、日本で一般に和食のカテゴリーに入る食事が、メニューのほぼ全てを占めるレストランで、その料理は解析寿司、 天ぷら、うなぎ、焼き鳥、そば、うどん、丼物、その他伝統の日本食としている。ありがとうございます。